ユーザーの理解度ってこう時系列で考えていくと分かりやすいんですけど、じゃあウェルスナビっていうサービスがあったとして、最初何も知らない人はウェルスナビって何なんだろうみたいな、ウェルスナビとはみたいなで検索しますよね。でとはで検索した後に、あそうなんだみたいな、ウェルスナビってこういうサービスなんだみたいな、じゃあウェルスナビのじゃあもっとメリットとかって何なんだみたいな、でメリット見ていきますよね。あウェルスナビこういうメリットあるんだみたいな、めっちゃいいみたいな。でもいいことばっかだけじゃないんで、多分デメリットもあるよなっていうふうに考えて、ウェルスナビデメリットで検索しますよね。でデメリットを見た上で、あ確かにこういうデメリットもあるなみたいな。ただこれメリットデメリット比較したときにメリットの方が大きいからやるのもありかなみたいな。でじゃあどうしようかなみたいな考えたときに、じゃあウェルスナビで損失出した人いるのかなみたいな。ウェルスナビで失敗経験を聞いてみたいなみたいな。自分損したくないしみたいな。そういう人がウェルスナビスペース損失とか、ウェルスナビスペース失敗とか、まあ、そういったキーワードで検索するわけですよね。で今この僕の手の動きで若干表現したんですけど、ウェルスナビとはウェルスナビメリット、ウェルスナビデメリット、ウェルスナビ損失でウェルスナビに制約っていう感じですね。でこの時系列を意識した方が良くて、その損失っていうキーワードって実はこうめちゃくちゃ購買に近かったりするんですよ。この値っていうのがポイントになっています。で以上がキーワード辛し戦略の基本的なところなんですけど、まあ、実際のキーワード具体例っていうのを出していったら結構無限に出てきちゃうと思うんですね。だから大切なことっていうのは今僕がお話したことから本質っていうものをしっかり理解して、まあ、本質っていうかそのキーワード辛しでこういうふうに使うんだってそこを理解してほしくて、でそれを理解することによって他の場面でも適用できるようになるわけじゃないですか。だから僕が今そのじゃあ感想っていうキーワードを狙いましょうみたいなっていうふうに言われて、じゃあそのまま反射するようにじゃあ感想で記事を書くみたいな、まあ、これでもいいんですけど、これだとちょっと成長が遅くなっちゃって、ここでいいやり方っていうのはじゃあ感想っていう記事がいいんだみたいなって一回頭に入れた後に、じゃあ自分だったらどういった感じでキーワードずらしていこうかなって、まあ、そういうの自分で考えて実際アウトプットするっていう感じでやってください。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。でもし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたらチャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていうそういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この何ていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたらぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あとまあ会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なのでもしよかったらチャンネル登録しておいてもらって見ていただけると嬉しいです。